報道するラジオ、今週のテーマは、経済ジャーナリストが指摘、2018年、騙されないためのチェックポイントと題してお送りしてまいります。経済ジャーナリストの町田哲さん、改めてどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。リスナーの方にはですね、いや、これもしかして騙されてへんかっていうね、経済のお話、伺っていくんですけれども、はい、町田さんご自身はね、はい、いや、 皆さん、これ、騙されたあっちまへんでって <laughs> おっしゃるような、ままず何をポイントに挙げられますやっぱり、22日に国会が始まるということですが、はい、そこで最初に審議される来年度2018年度予算、はい、これで財政健全化ができてると。 いうお話はもう全くの大嘘ですよね。ああ、あのね、ラジオネーム、たぬきまんまんさんっていうリスナーの方がくださったんです。はい、ね。はい,はい、いや、来年度予算で借金過去最大ちゃいますの。ほんまやったら返すべき借金を返さんと将来偉いことになりませんかってくださった、このお話あ、もう、ものすごいよく見てはる、このリスナー。えー、大正解。あの、 いろんなこと言うんですけどね。はい、結論から言うと、国債の発行残高。うん、借金いくらありますかこれは来年度末には19兆円を増えるんです。<laughs> ちょっと待ってください。19兆円 ?19 兆円増えて、ほとんど約900兆に迫ります。えはい。900兆累積ではい。今ね。はい。国家予算って、九十何棒言ってて、もう100兆。兆弱ですね。ですよね。はい、日本の GDP がまあ400兆ぐらいですよね。 <laughs> はぁ、あ、?100 兆の予算やけど、借金はその9倍ありますの。まあだから年収400万の人が、はい、あの900万の借金してると、いうことですね。残高でせやのに、ね、また借金しますの。またするんですね今年も。はい。ただね、確かね、政府が言ってたのは、はい。えっと、今年、次の2018のこの年度の予算の国債、はい、いわゆる借金、 金は抑えたっってて言ませんそれ数字のマジックなんですね。国債依存度って言うんですけどもなぜ国債依存度が減ってるかって国債にどんだけ頼ってるかですよね借金頼りは何パーセントか国の予算って要するに収入は2つしかないんですよ皆さんが払ってくれる税金決税ですねそれから借金の国債基本的にこの2つしかないわけでですねそれ今年度はですね バブル期並みの税収が上がるっつってるんですよ。はぁ、あ、バブル期並みの。政府が言うてますの言うてるんです。で、はあ、先ほど大方の2018年度の経済成長率の見通しは1.2%だと申し上げました。はい、そうでした。ところが政府は1.8%成長すると言い張ってるんです、ね。そんなことなんで言えますのいや、だけど、だからうちの会社は儲かるはずやから今年はボーナス増えんねんと。いう類の理屈ですよ。<laughs> あのうちのお父ちゃん、<laughs> また見えはって。 なんか今年はなもうものすごい給料増えるからお前にこれこうたるあれこうたるって言ってたけどどこやのってよくある話よくある話だけどまずそれが一つですね<ー>それから増税はしっかりやってます。 個人所得は増税ですあの基礎控除の見直しとかありましたねあだの日でしょ法人税は下げるんでしょだ働き方改革に合わせて従、はい、業の人はたくさん稼げるようになるって言うんだけど、うん、トータルでは基礎控除の方を削られてるから増税なんですあれ所得増税そうなんだ、はい、個人で働いてる人増税なんですね実態はだからあんまり増上してくれる人いないんだけどタバコも増税ですから うわー、町田さんも大変やね。はい、たくさん。払うなあかんようなりはりますね。<laughs> はい。で、まあ、そういうことで増税もします。増税はいい個人から取っていって。税収見通しもいいですと。<っ>という中で、その、だから、収入が、まあ、本当は4万円ぐらいしか増えそうにないのに、はい、6万円増えると言い張りましたと。はあ、で、で、国債借金の方をですね、はい、去年は4万円くらしたのを、今年は4万円に止めとこうかなと。 でも10年前は1万円もしてなかったよねっていう構造なわけですね。うん、そうか。はい。もっともっと切り詰めて、借金しないでいた時と比べないで、去年と比べちゃうんです。去年と比べるから頑張ってるやろ。でもこれ国債って大体10年ものですから10年ローンでしょ比べるべしは10年前なんです、ね。そうですよね,ね。だから返すのよりはるかに多い金額借りるんです。だから結果として先ほど申し上げたように、1年間で19兆円も残高増えると。 うん、これのどこが健全、財政健全化が着実に進んでいるということになるのかと。麻生さんも言うてありましたやん。<で>だから財政健全化は着実に進んでいる。だから、ジャブジャブの予算に拡大させて分母大きくしたから、国債の比率が下がってるっていう国債依存度でしょそれは変ですよね。国債の発行量自体、つまり借金自体は増え続けてるのに、うん、使う金額が大きくなったから、 だから依存の借金の依存度は小さいねんって、借金の実額は増え続けてるじゃないですかと。何の意味がありますかだってその財政健全化もう借金減らしますと。ちゃんと A バランスにしますっていうのは、ま、国際的に公約してましたね。プライマリーバランスをきちんと減らしていくんだって話してましたね。うん、これは、この公約はやりません。ななあの、やり直します。世界からどう見られるんですか、はい、あのー、日本は。おそらくですね。はい あの、これ本当に難しいんだけど、去年の IMF っていうあの国際通貨基金の会議でね、はい、麻生さんが新興国、うん、あ、そさんじゃないあの、黒田さんが新興国のリスクが大変だって言ったんだけど。はい、日銀総裁が新興国。うん、で、麻生さんは、うん、麻生さんは国内のあの内政が忙しいからって先に帰っちゃったんだけど、<laughs> だけど麻生さんが帰ったことを引退するドイツの大蔵大臣やなんかがですね、はいはい、非常に残念だと。 日本のリスクについて話したたかったとあ<ら>財政政策をやっていいと例えばリーマン・ショックのような時に危機対策を財政出動でやっていいというのは普段から健全な財政を維持しといてのことなんだとその辺の辺りを麻生君と話したかったのにと言ってたりするんですね。これはつまり、はい 本当にそれこそ、あの、今ちょっと思い出しました、未曾有っていうね、言葉がね、はい、ありましたけど、はい、あの未曾有の危機ね、<laughs> ね思い出しました、リーマンショックの。ああいう世界的なもう、本当に抗えないような市場の大混乱のあんな危機の時に、どんなことを国ができるかっていうのは、もともと健全な状態でないとできませんよって話ですね。 あの、変な話ですけど、うん、あの、直近のですね、その国際依存度の底は、あの、日本は、あの、9.2%。はい。これはあの、1990年度なんですけど、うん、に対して、リーマンショックの直後、これは、2009年度ですけど 51.、51.5%。 6倍近くまで増やしたんですね。はい、で、そこまで増やせるから、その民間の、あの、需要が落ち込むとか、個人消費が冷え込むとか、輸出が伸びないとかいうことがあっても、政府支出でそのカバーしていくという個人を作るということをやったわけですけど、はい、現状はですね、実は34.5%の依存度ですから。えー、借金にね。借金に。うん、だから、2割もないんですよ。十数%。かつては5倍、6倍投入できたけど、はい。 今回はもう本当に3割4割しか投入できない状況になっていて。もう余裕がない。はい、遊びの部分がもうないわけだ、お財布。これをだから9%まで早く戻しておかないと、うん、次のリーマンショックみたいなことあった時に、国は十分な手が打てないよって話ですから。本当はこれやっぱりね。<ー>で、だけど、今バラ巻くものに一生懸命なんですよ。ええー。そうならずに。本当はだからここでしっかり節約して返さないかんのに、まだ借り続けてる。うん、で、何に使ってるんでしょうかと。 うん、いうことを見ると、あの、西武新幹線なんかでですね。あの西武新幹線。はい、これもう、ほんまに考え直そうっていう気運があったのに、どっか行きましたね。あのね、そうなんですよ。ずるいものを探すの難しいんですけど、典型的なのこのフリーゲージトレインっていうね。なんですか機間可変電車って感じでは言うらしいんですけど、うん、あの、いからない要するにね、 あの、線路の幅が、在来線と新幹線違うんですよ。はいえー、で、線路の幅違うけど、そのまんまその一つの車両で入っていけちゃいますよと、両方。うん、いうのが、このフリーゲージトレインっていうやつなんですけどね。はい、で、これは非常にいいんだと、財政的に。あ一つの。同じ線路を。軌道で行けるからね。はい、だから線路引き直さないでいいんで、設備投資安いんだって言うんですけど、車両が高いんですね。<ー>で、開発がうまくいってないんですよ。 す、はあ、で既に歴史的に500億円以上予算つぎ込んだんだけど、トラブル続きで、<ー>で、あの、去年、あの、予定してた、使うかもしれないと言ってた JR 九州とかですね、北陸新幹線の地元の、あの、福井県の鯖江市とかですね、はい、そういったところのトップたちが、ダメだこりゃ、と。導入できないって言ってるんですよ。言ってるんだけど、今回また9兆円予算が、あ、ごめんなさい、えー、9兆円だね。あ、9億円ですね、予算がまたついてしまうと。 一回始めめたらやめらやれない,められないとそれからあの、うん、弱い者いじめっていうかね、はあ、あの税金以外でも弱い者に負担さするということもしっかりやってるんですねどういうことですかあのこれはですね20万票っていう票がある日本医師会っていうのがあるんですけど、うん、お医者様たちの票が選挙の時にねであの実はあの社会福祉医療あるいはその介護、はい、こういったものは予算が自然増で伸びちゃうんで、うん、減らさなきゃって言ってるでしょこれを 医療のお医者さんの、特に会業医なんかの潤沢な院長さんを含めたですね、ここの、あの、報酬、医療報酬は増やしちゃってるんですよ。はあそっちに行ってます行ってるんですよ。だから、その、これを増やすためにですね、だいたい6,300億ぐらい自然増なるだろうって言われてたのを、はい、薬代とかなんかで削りまくって帳尻合あったんだけど、お医者さんのとこだけは増やしちゃってて、 で、その、お医者さんとこを増やすだけで、600億ぐらい、その、こ、この負担税金からの負担がまず増えちゃうと。だけど、今、増やすべきは、本当に介護の仕事をなさってる方は人が足りないし、きついし、皆さんのね、その、仕事の状況をよくしなきゃってみんな思ってますよね。あの、勤務医なんかは厳しいと思うんだけど、ええ、まあもちろんそうです。だけど、介護医なんかはね、ね比較的潤沢だって言われてるのに、選挙に一番つながるとこだから、 ここはばらまくわけです、ね。で<ー>、その結果ね、<ー>その国庫からその600億円そこに負担がいっちゃっただけじゃなくて、うん、皆さんが普段納める健康保険。はい、これの負担も増えるわけですよ。従って皆さんが普段取られるのも上がると。えー、そうなんですか。さらには窓口負担、うん、皆さんの。はい、これも増えると。これも増えるんですかだから、この2つだけで1600億ぐらいおそらく増えるだろうなって言われてるんです。だから、自分たちの支持母体には優しいんだけど、庶民には 全然優しくない。そういう予算の作り方もしてるんですね。はあ、で、生活保護の基準切り下げられてますしね。そうですよね。あの、イージス、アショアでしたっけそれとか、オスプレイとかもうアメリカのいいねで買うんでしょあれは高いんですよ。あれはトランプさんも高いと言って大騒ぎしてんだけど。<laughs> はい、そうでしたね。あれは買うんですよ。トランプさんは、なんか、日本がいろいろ買うてくれるらしいで、言うてツイッターに書いたりっていう。そうそうだから。 トランプさんの一番の本音はそこやって言われてますよね、日本に買わすもの、そりゃそんなものたくさん買えば、安倍君はいいやつだになりますわよね。なりますわね、それもいいねで買うという、そんなシステムになってるらしいし、うんまあ、あれはねぎれにくいですからね、<laughs> ねぎりにくいや、なんかこの来年度予算って、これ見てるだけで、いっぱいこう、はい、どういうことやねん、それはと。 言いたくなってきますけどまあ史上最大の水膨れ予算でもありますしね水膨れ予算作ってて財政健全になるわけないですよね結局カットするべきところをカットしないままで,、はい、でやっぱり弱い者いじめなところがいっぱいあって、はい、でそれを今度22日からの通常国会で話し合うわけですね。そうでですここで野党がどんだけ今の 町田さんの説明のように私たちに分かるようにツッコミを入れてくれるのか。まあでも票が足らんから、あの国会での議席が足らんですから、論戦だけあってもほとんど意味ないかもしれませんけどね。そうなんだ。んいやでもしっかりあの少なくとも今のように具体的に見えるように、どっちの方向を向いた予算なのかって見えるように国会が機能してくれないと、 皆さん、チェックできないじゃないですか。あの、だから、さっき、その世論調査の中でね、はい、盛りかけやるべきだっていう人は半分超えてるんだけど、えー、だけど、やらないでいいって言ってる人が4割いるのは、うん、予算委員会ではこっちの話もちゃんとしてほしいんだよ、と。いうことがあるんだと思うんですね。うん、これはやっぱり、両方しっかりやってほしい,い、ね、両方必要ですよね。そうですか。どこまで野党がちゃんと。 そうすると、あの、森けみたいな話を、実はあの、スーパーコンピューターのね、はいあの、あの、PG コンピューターっていうのが出てきてますけど、あの、融資まで含めれば、公的資金がやっぱり、有にやっぱり、その、100億円超えるような金額がね、流れ込んでるって言われてますよね。<ー>で、ここは実はその、森け並みか、それ以上の、あの、政治家の関与があったんじゃないかっていう、えー、見方もありますから。 これも当然予算委員会で追求せないかんですよね。えー、これ大きな話かもしれないんですね。まだその一部、ごくごく一部しか私たちのところには情報が来てないんですね。で、少なくともその NEDO っていうその経済産業省の外郭団体の、はい、そのそういう補助金なんか出すところの機構の審査がいかに甘いかと。うん、そのいい加減なことばっかり言って、実はちゃんとできてなかったっていうものに補助金つけてたわけですから、スーパーコンピューター。これは少なくとともその審査とか 運用していくお金を、公的資金、大事なお金を運用していく、その審査の能力もなく、うんえー、ダメだったっていうことは少なくともはっきりしてんだけど、うん、そこに貸してあげなさいっていう政治家のアドバイスが、ね、あったんじゃないかと。そこですよね。で、財政関係の人にものすごいここの社長は人脈を持ってたって言われてますんで、うん、この問題も当然ね、はい、今回は通常国会でしっかり見てほしい話で、 あの、森掛けみたいに時間がかかったり、うやめになったりしていい問題では、決してないと。まあ、森掛けもうやめになっちゃいかんのですけど、うん、っていう話だと思いますよね。うん、はい。 報道するラジオ、今週の特集テーマ、経済ジャーナリストが指摘、2018年騙されないためのチェックポイントと題してお送りしております。え今日は経済ジャーナリスト、町田哲さんにお越しいただいております。町田さん、はいえー、リスナーの皆さんにいろいろと伺いました。はい、経済の話で、ちょっとこれ大丈夫騙されてんちゃうと思うようなことありませんかと聞いたら、うん、まあ、続々と皆さんちゃんと指摘してくださるんですね。例えばですね、はい、ラジオネーム、竹内さん っていう方は、なんだか格差型の景気のように感じるんですよ、ねな。なるほど。つまり、格差が広がって、一部の人が景気がいいって意味ですかね。これ、どんなふうに見張ります。あのね、今日ちょっと数字持ってきたら、よかったら、失敗しました。数字持ち合わせてないんですけどね。<laughs> はい、あの、おっしゃるように、アメリカなんかは、ものすごく格差広がってんですよ。ええ、あの、高額所得者と、あるいは、こう、あの。 巨大な資産を持ってる人と、はい、そうでない人の差ってどんどん広がってるんですけどね、うん、あので世界的にもだからそれがそういうふうに見えるんだけどもその日本の場合はですね、うん、むしろお金持ちも含めて減ってて<あ>全体の所得なり資産なりが減ってるというのが実態ですね。なのに景気は拡大してるんだ。うん だから、その、まあ、拡大と言っても、だから1%とかそんなもんですからね。あそうなんですね。あの、逆に言うと、その、今、あの、80年代後半のバブル期ぐらい良くなきゃいけないような、株価から見るとそういう時期なのに1、1%しか伸びないような、それぐらい経済の実力が落ちちゃった、潜在成長力が落ちちゃったってことなんで、全体としてのやっぱり所得は伸びないですし、かつ、あの、給与所得者に限っていくと、 企業が全部内部留保で溜め込んじゃうんで。はい。分配にならないですよね。この内部留保の問題ってね、あの、小池百合子さんがね、去年、まあ、あの、おっしゃって、はい、なんかそこから税金取れないかって、いや、それはまあ、システム上無理なんだって話になりましたけど、あれだけではなんか消えてしまったように思いますが、うん、内部留保の大きさっていうのはまだまだ続いてまそうですね。あの、史上最大規模の状況になっていて、うん、で、あの、こうおっしゃったのは、だから、あの、企業だって、 あの、最終利益に対して法人税やなんかがかかりましてね、それを抜いて残ったところから、その内部留保に回りますんで、2回同じもんに税金かけるわけにはいかないよねっていう理屈はあるんですね。あるんで、その今回のその総税特別措置なんかで出てくるのは、先端的なものに投資をしたとか、あるいはその従業員の教育にお金を使ったとか、そういうものがあれば、 もっとそもそも税額控除を増やしてあげましょうと。税制優遇してあげましょうと。はいえー、だからいいでしょっていう理屈でやろうとしてるんですけど、まあ、それも含めて、大した規模の税額控除ではないので、ートータルでは増税になっちゃいますんで。んまあ、結局、内部留保を出してもらう、吐き出すっていう話には、なかなか、あのね、至らないんですよ、ねね。うん、それでニワトリ先、鶏がさっきか卵がさっきかみたいな話でね、やっぱりその内部留保を、 溜め込んじゃって設備投資しないから成長しないとも言えますけど、成長見通しがないから投資するよりは溜め込んどいた方がいいっていうふうにも言えますんでね。 これやっぱり鶏がトリが先か卵が先かみたいなとこが企業経営者にするとあるんですね <laughs> まああるでしょうがねアブリカルビーチョさんはですね、はい、いやここのところ政策で多いのは今まで有料だったものを無償にしますというような話多いでしょうせ、うん、やけどそのお金つまり財源はどっから出てくるんねんどこに日本そんなお金があるんねんなと思いますとでそうですねそういうことをするなら最初から税金取らない方がいいですよね うん、税金取るのに税務署の人の給料も払わない,いかんし、はい、でそういうものはどれを無償にしようかって決める政策立案のお役人の給料もいりますから、はい、でそこでその業界の利益を調整する政治家もしっかり持っていかれますからだったら最初からそういうことしないと、うん、税金取らないでと何にもしないでくれるのが一番ありがたいのよとあなたたちにお仕事作られたらわれわれ税金たこつくだけなのよっていう部分がありますよね。ななるほどな あのー、皆さん、いろんなことを、ねえー、言ってくださって例えば、紙もほっとけいさんという方は社会福祉や教育関連にはいやいやいや、これは財源がないなんて話出てくるくせに、うん、中国包囲網やとかいうて外遊でお金ばらまいてませんかとそのあたり国会で追及してくださいよというようなお声もいいただいていますす、ね、これはまあ無駄遣いっていうと怒られるんでしょうけど。 まあ、どうですかね。いらんところにも使ってますかね。わかりませんね、んここはねだからそこら辺の情報をちゃんと本当に国会で見せてほしいとは。情報開示していただいてね。ね思,い思うんですが、松田さんご自身は、はい、まあ、あの、先ほど予算の話出ましたけど、他にね、これは知っといた方が騙されないよと思われることありますかなんだろう。 やっぱりビットコインみたいな話ですかね。ああ、ビットコインか。もうわけわかりませんわ。ね、お金っていうのはお財布の中に入ってる、このお札とか、うん、ね、効果やと思ってるのはもう今や古いんですか。うん、もう見えないところに。あの,あの、いや、将来はですね、ええ、将来は、その、必ず、 その、あの、仮想通貨と言われるものですね。はい、あの、法のテクノロジーに、うん、あの、現行の法定通貨、国が保証しているドルだの、うん、円だの、現だの、ああいう通貨の方が作用性していくんだと思います。えー、それは、あの、つまり円で仮想通貨があり得るってことです、ねはいはい、そうですね。そうですね。で、それどういうことかっていうと、そ,うその、あの、あの、ブロックチェーンって言いますけども、その、例えば、水野さんがいくら、 買ったよねと。うん、ビットコインならビットコインを何単位買ったよねと。はい、で、何日に、何日後にいくら使ったよねと。うん、で、その翌日も使って翌日も使って、3日後にまた買いましたよねと。はい、だから水野さんは今いくら持ってるよねっていうようなことを把握できてるのが仮想通貨って言われてるものの正体ですよね。うん、ああ、私だけが知ってるんじゃなくて、うん、だからネットを通じて、 どっかに情報はあるわけですよ、ね。よく、だから価値はみんなが価値があると思うから価値があることになってて誰も矛盾してないっていう方ばっかり言われるんだけど、<ー>だけど何単位持ってるかはそのシステムで把握してるから成り立ってるわけですでね。で,ねで、そうするとですね、あの、通貨供給当局、つまり日銀さんもですね、はい、どこの誰がいくら持ってんだということが分かった方がですね、 トータルでお金の支柱の流すお金の量を増やしたり減らしたりするよりは、もっと正確に状況を把握して金融政策できますよね、うんで。自分たちがコントロールできない通貨が増えちゃうのは困るので、はい、日銀さんここ数年丹念に研究してきてますんで,、うん、で、自分たちでそこを監督したいからどうやればいいかっていうのをものすごく勉強してますんで。 そういう意味では世界の通貨当局はいずれそっちを取り込む方に回るはずですよね。え<ー>、つまり仮想通貨も含めて国が管理できるような状況になっていくそういう時代になっていくと思う。ということは私が仮想通貨で何本持ってるっていうのがもう全部国に分かっちゃうということですね。あ、だからその SF 小説みたいな話をすればですね、うん、それが全体主義の国であれば、うん 何買いよったなと。うわそれこうたらいかんぞと。水野明子、あんなもの買いよったから危険な政治思想の本買ったぞと。はい。あれは買わせないとかですね。そういうのまで監督されることになりかねない世界でもありますよね。<ー>情報としては、国がそれは監督できる。掴めますから掴めますもんね。はい。で、う単にょう単なる情報としてはもう掴めてるし、あの、それは仮想通貨でなくても、そのインターネットの、あの、イートレードの 情報として中国で行われたものは全部中国当局に保管して中国政府に見せなさいみたいなものはもう中国ではルール化されつつありますからそれが通貨でもいくらだったっていうところまで把握されちゃうだけの話かもしれませんけどそういう世界がありますよね で、まあ、あの、重視経済圏ではそこまではやらないかもしれませんけど、うん、だけど、その、デフレやねんどこで滞留してんねんと、誰がため込んでんねんというようなことは掴みやすくなりますから、政策的にまたいろんなことを考えやすくなってくるみたいなこともあるでしょうね。で、一方ですね、うん、一方、その、これって今のところは IT 分野の企業なり、投資家なりの人たちの、はい、あの、なんだろう、成果物、作り出しているものなんですけども、ええ これ、銀行にとっては死活問題ですよね。ああ。だって、今の法定通貨を前提に ATM 作ったり、送金システム作ったり、決済システム作ってるわけですから、えー、自分たちの扱ってるもんじゃないものに置き換わっちゃったら、死活問題なので。コーラルサンゴさんという方は、はい、あの、今、 銀行の危機、あるいは地方銀行の危機っていう話も聞くんですが、はい、っておっしゃっております。これはあの低金利の問題で、うん、あの、収益力が猛烈に落ちてますんで、景気につながるかもしれないっていう、もっと直近の長さの,の問題ですけど、はい、あの、もっと将来的にはこの仮想通貨の,、ねはい、の問題は、将来のテクノロジーで自分たちのマーケットがなくなっちゃうかもしれないっていう問題ですね。で、で、そうすると何が起きるかっていうと、その、あの、 東京三菱 UFJ 銀行は独自の仮想通貨を開発してますし、あの、水穂<ー>銀行はまあ仮想通貨っていうよりはデジタル通貨に近いと思いますけど、あの、J コインっていうのを作ってますから、<ー>で、そういうもので、あの、できるだけお仲間作りをしてジャパンスタンダードを作って、<ー>あの、IT 産業や世界とのそういう仮想通貨の あの、なんだろう、あの、普及合戦で戦っていきたいっていうことがですね、銀行にも出てきています。<ー>だから、まあ、いずれにしても、だからそういう意味で仮想通貨っていうのはもっと伸びていくんですけど、<ー>だけど、1年でね、うん、20倍にもなっちゃうような今のそのビットコインのようなものは、うん、これは残念ながら通貨として適さないと。あ、うん、そういう意味ですか。この種類の仮想通貨は、あの、リスクが大きすぎます、うん、ということを言ってしまったに等しいですから、はい ある意味でストレートにその将来のメインの通貨になるのはビットコインではないような気がしますよね。だけど、そのビットコインがいいんだと言って林やしてる人もたくさんいて、今からでも遅くないビットコイン投資みたいな雑誌記事もたくさんありますよね。うん、ありますね。あれは私はやっぱり後から行くと、あの、高値掴みをすることになりかねないと注意してほしいなっていう感じがしますけどね。じゃ金融機関はいかにして自分がその仮想通貨において、まあ言ったら 日本を世界をこう管理していくかっていうことで今しのぎを削って開発してるんですか,か昔ほらあの、えっと VHS とベータでどっちの組やとか言うてどっちが勝つかなんてあったじゃないですかありましたね。ちょっとあれに似てます <laughs> 似てますけど、似てますけど、あれはある意味でその、 あの、ソニー対ビクターでしたよね。えー、だから、その、日本の家電会社2社の戦いでしたけど、うん、そこが銀行も IT 会社も、アメリカもヨーロッパも、もう中国も何も入り乱れての戦いであると。ういう意味では、こう、もっとなんて言いますか、その、あの、戦国乱世みたいなですね、イメージの戦いなんでしょうね。へその中で、はい。 日本は、まあ、そういう、こう、仮想通貨も含めた IT のさまざまないろんな技術、あの、今ね、AI の話もよく出てきますけど、そういうもので日本って、どれぐらいの位置にいるんですかあの、相当厳しいと思います。厳しい世界の先端で、その、例えば、コンピューターシステムだとか、はい、PC だとか、スマホだとか、タブレットだとか、うん、こういうものを見たときには、もうほとんど日本企業の存在感はないですよね。 はあ、もう圧倒的に遅れてしまっていてあの、はあ、実は今月2日、はい、2> あの皆さんが初夢見てるような時に、うん、あのロンドンでイギリスの,あのテクノロジーの専門メディアが CPU に脆弱性があるっていう記事を書きまして、これは、あの、インテルのですね、パソコン用の CPU に欠陥があって、個人情報やなんかが漏洩しかねないと。なので、そのマイクロソフトみたいな、そのパソコンの OS 作ってる会社は、大変なその対策作りを迫られてるんだみたいなことをですね、すっぱ抜いちゃったんですけど、実はこれがそうではなくて、その、 インテルだけではなくて、うん、あの、AMD であるとか、うん、あの、ARM であるとか、その、あらゆる種類の媒体の CPU 作ってる人たち。た CPU ってのは、あの、パソコンのもう一番のこう、あの、中央演算処理装置という、のあの、核みたいなところですよね、情報,頭情報処理するところですね。頭脳に当たるところですよね。はい。そこ、その頭脳に不具合がある。共通の問題であると。で、共通の問題なんだっていうんで、実はものすごく影響が大きい話なんだけど、<ー>日本企業はほとんど、この、 10日間ぐらい反応示さなかったですよね<っ>どう反応していいかわからない状態ですよね、はあ、でもものすごい情報が例えば流出してしまったり、はい、何か操作されて誤った 答えが出ててきたりっていうことあり得ます。<laughs> あの、ものすごくこれは深刻な話で、<ー>あの、かつてイヤー2000問題で、うん、あの、コンピューターが全部麻痺して、社会が大混乱するんじゃないかっていうことが指摘されて、あの、2年3年かかって世界的に大掛かりに対策取りましたよね。はい、あれに近いような対策が必要になるような話なんだろうなっていう気がしますよ、ね。ところが日本では、 シーンとしているというところが現状ですね。で、それぐらい、はい、あの技術格差ができちゃったってことだと思いますね。 報道するラジオ。今日は経済ジャーナリストが指摘。2018年騙されないためのチェックポイントと題してお送りしてまいりました。経済ジャーナリストの町田哲さんに伺ってきました。町田さん。はい、あの、この方はね、ラジオネーム野球好きさんという方。えー、っと、国民の年金の資金となる、その基金を株式につぎ込んでるって話ありますよね。これは私は、 大丈夫だかなと反対なんですよっていうふうにおっしゃってるんですけど。あ,あ,あの GPIF の運用の話ですよね、えー、いわゆるね。えー、あのね、あの、インフレ返そのインフレが起きた時とか、含めてその長い目で見て、あの、ある種のきちんとした運用していくに株式っていうのは有効な手段の一つで、株だからダメっていうことは言えないと思うんですね。えー、株はかなりの部分必要だと思うんですけど、だけど GPIF の買い方はね、はい、これから株の量をこれだけ増やしますとか、 そういう言い方したでしょそうですね。何、パーセント持っていいんですとかって言いますねそうするとね、あの人たちこれから買うんだと。あ、そっかと、じゃあ今のうちに私先買っとこうと。あの人たちが買い出したら上がったところで売ってやれば、あの人たちに高値で押し付けられるなと。先回りがいいと言いますけどね。まあ、プロはそう考えるのは当然ですよね。そんはセミプロでもそれぐらい考えるんですよ。そうですよね。だから、その辺の買い方のまずさ。 はあ。これはもう見てて、ぞっとするような稚拙さでしたよね。はあ。手の内全部明かして、カードゲームやってる。てるね、私こんなん持ってるんですって、ええ、次これ出すんですって,っって。そうなんです。これから私スペード集めますも、ね、そ,そういうことになっちゃってるわけですね。はい、はあ。今日伺ってて、いや、日本って、あの、経済ニュースに関しても、いや、敏感に感じられてないものがいっぱいあるんだなって感じましたね。うん、そう思いますね。本当にそう思います。うーん。 それがこう世界から見えたらどう見えるんだろうか。市場から見たらどう見えるんだろうかって、いろんな不安な点。またあのこれからもいろいろと指摘してください。松田哲さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。